穴をガシャガシャ開けながらぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。フラッフィスという参加型のパフォーマンスを考えています。大きな本番では大きな紙に穴を開けながら普段はできないちょっとタブーな話を美術館っていう正式な本格的なような場で話をしてみたいというところから今回のフラッフィスは始まります。実は昨日まで韓国の出稼ぎに行ってました。出稼ぎの内容は5分なので書くことですけど、私が決まった時に確かにお前韓国行ったら殺されるぞって言われて、お前が住んでるタブーっていうのはいいやつだけど、いいやつかもしれないけど、もう私一人しかありえないってあるほど違うよって妖精分かってんのか、どうしても悪いのか、嫌みたいで、そこはそこで、高木健二君は、ピョンヤンに教会を建てた人らしくて、でも、出てくるんだけど、あんたピョンヤン行ってらっしゃいよって言って、スタジオ来てると、韓国はまた違う国なんですよ。だから、なんか、おばあちゃんも来ても、全然私の写真とまた違う話をしてくれて、なんていうの、韓国っていう私が、分からなくなっちゃったんだよ。まあ、どんどん開けてくれるけど、私の顔が知ってる学生人とか留学生は本当にみんないい人だし、本当に大好きで、だけどそれが実は何でも実は話したことがないんじゃないかとか、その基本的なこととか何をやってるのとか、言葉が通じないとごまかして、でもごまかさないで話せる関係なんじゃないかとか、戦争の話とか色々聞いたりする人が相手のことを実はどう思ってるのかとか、もっとなんかラフに話せたらっていう、軽いノリで話したいって、間違っててもいいからっていう、でそういう場を作りたい、そういういいな会話ができる生徒も美術館に作りたいと思って今回、特に参加しました。穴を開けてる間はブレイクモードのルールをこのケースには作りたいと思っています。穴を開けてる間、ジャン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 って言ってる間の言葉は否定されるんじゃないかと、だから穴を開けながら今通い中で通るので、私は今回韓国に行ったり韓国の人に日本国で戦争しましたねって、韓国人って日本人嫌いなんですか、私韓国にいたら殺されると思ってたんですよみたいな会話をコロ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 飛ばしたら、みんな黙っちゃって喋ってくれなくなっちゃって、どっかのそれが何て言うか、こう一つでこう穴を開けながらそういう会話をすることによって、一つ意識を普段とずらした位置で会話ができるんじゃないかっていうことを考えながら、そういう実験がしてみたくて今回こういう行為を意識しました。こういうパフォーマンスをしてみたいと思ってます。だからみんな聞いてなくてもいいし、そういう話が何かしてみたいっていう、私のとっても個人的な普段は意識とか目に穴を開けるっていうので、僕なんて全然来ないから、私も全然もううまくできないんですけど、穴を開けながら穴を開けながらなんかできないんだ。本番ではハニークレーパーが来てたんだから韓国は私も皆さんに穴をもう一緒にみんなにできればやってもらいながら、私はあえて韓国人に話をみんなで見ようかなって書いてしまいで、今韓国人の友人と交渉中なんですが、会話をしながらみんなもその穴を開けながら聞いてもらうために会話みたいな話してもらってもいいという、普段聞いたことがない、聞いたことがないことをそこまで聞けたらいいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。